シアシドニー・アルトン・ポンソンは、オランダ領アンティルのアルバ島のアド出身の、元プロ野球選手。右投げ右打ち。1993年8月17日に、ボルチモア・オリオールズと契約し、プロ入り。1998年4月17日に、同球団から、メジャーデビューを果たす。2003年7月31日に、ライアン・ハンナマン及びダミアン・モス。 カート・インズワースとのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。同年10月26日に FA となる。2004年1月26日にフルス・オリオールズへ FA 移籍。2005年9月1日に同級団に解雇される。同年12月21日にセントルイス・カージナルズへ移籍。2006年7月11日、同級団を解雇される。 同年7月14日にニューヨークヤンキースへ移籍。同年8月23日に同級団を解雇される。2007年はミネソタツインズに所属で開幕を迎えたが在籍1ヶ月間で解雇。2008年シーズンはテキサスレンジャーズに在籍するも6月にまたしても戦力外通知を受け、その後ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。 2009ワールドベースボールクラシックオランダ代表に選出され、チームでは AS として一時ラウンド初戦のドミニカ共和国戦で登板し、5回途中2失点で見事勝利投手となり、2次、ラウンド初戦のベネズエラ戦では敗れはしたものの5回に失点と高騰した。これが評価され、3月17日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。 ロイヤルズのムーア GM も、ポンソンに注目していたことを認めた。4月10日にメジャーへ復帰。しかし8月2日に、戦力外となった。2003年にボルチモアオリオールズからサンフランシスコジャイアンツへの移籍を経験しているが、それは好成績を残し、高額の長期契約を要求してきたため。その時、チームがポンソンを放出したのは、日頃から練習態度が悪く。 体重管理がなっていなかったからと考えられる。体重管理の悪さは、公表体重が2002年101キロ、2003年113キロ、2004年119キロと、体重がぐんぐん増えていっていることからも伺える。2004年12月25日に、故郷アルバ島のビーチで、水上スクーターのようなもので遊んでいた時に、近くにいた裁判所の判事に水をかけてしまった。 判事がポンソンを注意すると、ポンソンは逆上してその判事を殴ってしまっている。直ちに逮捕されたポンソンは、獄中で11日間を過ごした。飲酒運転を絶えず繰り返している。2004年1月、2004年9月、2005年8月と3度も、やらかしている。また、3度目に逮捕された時には、実刑判決を受けており、 その内容は、金庫5日間と500ドルの罰金。ありがとうございます。